気がこんなところまで来るなんて、よっぽど運が良かったみたいだな。そんなこと言って、本当お前もすっごく苦戦しただろ、ベツヤ。あんな奴ら相手にこの俺が苦戦なんかするわけないだろ。つまらないレースが続いてたんで退屈してたぐらいさ。無理すんな、顔に書いてあるぜ。冗談じゃない、なんで俺が無理しなきゃならないんだ。あんなレース俺が本気を出すまでもなかったぜ。ふーん、そうなの。まあそういうことにしといてやるよ。そういう兄貴はどうなんだ。俺か、俺は大変だったぜ。なんせ世界中の強豪レーサーが相手だからな、ヒヤヒヤしちまって一瞬も気を抜けなかった。まあ兄貴の実力じゃ仕方ないか。それじゃここまで楽勝できた俺の敵じゃないな。けっ、お前だってどうせヒヤヒヤしてたくせに素直じゃないぜ、まったく。なら俺がここまでどうやって勝ち進んできたか見せてやるよ。お、面白い、見せてもらおうじゃないか。勝負だ兄貴。ああ、これに勝った方が必ず優勝する。それでいいな。言われるまでもない。よし、それじゃあ行くぜレスヤ。口ほどにもないぜ。よし、くそー、あとちょっとだったのに。これでわかっただろう、兄貴。俺がこんな大会で苦戦なんかするわけがないって。チッ、そんなこと言ってた割にはものすげえ真剣な顔して走ってたぞ。それは、まあいいさ、負けは負けだ。ちくしょう、せっかくここまで来てまさかレツヤのやつに負けちまうなんて。別に驚くことじゃない、当然の結果だ。相変わらず遠慮のねえやつだな。だいたいお前レースが終わった後はいい勝負だったなとか、なかなかやるなとか、もう少し言い方ってもんがあるだろう。ない。まったく、他のレーサーにもこんな感じだったのかこいつ。ん、なんか言ったか。別に。そうか、なら先に行くぞ。あ、ちょっと待て。ん、ボルゾイの野郎のことだ。きっと何か企んでるに違いない。気をつけていけよ。俺は兄貴みたいなドジは踏まない、任せておけ。チッ、終わったらもう一回勝負だからな。